お届けしましたのは小林さやさんでドアでした。いや、いい曲ですよね。なんか前向きな。ありがとうございます、はい、すごいいいですよ。このドアということもありまして、うん、はい、この今回このぜひぜひアーティストの入り口から。そうですね、ここからが入り口ですか。ドアをドアだけに、ドアだけに今から、ね、ここの扉を開けたら開けていいですか。開けてください。開けて何の会話してるんですか。え、まあ、このドアなんですけど、はい、まあ、サイさんが全部作詞も作曲もそうですねをしているとか、シンガーソングライターということですもんね、うん、そうですね。この曲はどういう時に、はい、作られた曲なんですか。そうですね、私ボイトレの講師をさせていただいてて、はい、ボイストレーニングの講師。そうなんですよ。すごい。その生徒さんに、はい、頑張りなさいよっていろいろアドバイスしてるんですけど、うん、なんかその応援する気持ちとかっていうのが結構歌詞に
入ってたりっていう曲が今回のアルバムの中にはたくさんあって、このドアもちょっと前向きな感じで明るい、はい、うん、あのまさにこう未来への扉を開けてくださいっていう感じ。未来への扉を。そうですね、あのなんかこう応援歌的な、応援歌的な感じで、うん、じゃあその夢を持ってそのボイストレーニングを受けてる皆さんに向けて、うん、そうですね、はい、自らの歌詞を持って応援してるっていう、はい、その通りです。先生、先生すごいですよ。すごいですよね、うん、ボイストレーニングの先生、ボイストレーニングを教えるということに至りましては、はい、あのやっぱりボイストレーニングをやっぱ受けたことがあるってことなんですか。そうですね、結構長い間受けてまして、そうなんですよ。その最初 の、 あの歌手になろうというきっかけっていうのはどういう、はい、最初はですね、オーディションを受けて、オーディションね、はい、で、はい、それでもあの簡単に通らないじゃないですか、はい、で通らなくてずっとボイストレーニングを受けてたんですけど、はい、オリジナル曲を作るっていう先生と巡り合えて、はい、でそれで自分のオリジナルができたら、はい、じゃあライブ活動していきましょうっていうところから、うん、だんだんこう広がっていって、トントンときてますね。最初は曲をもらって歌詞を書くところから始めたんですけれど、はい、やっぱりうまく書けなくて、うん、でそのボイストレ、ボイストレの先生に何回もダメ出しされながら、ボイトレ、はい、ボイトレの先生にあのダメ出しされながらやっていって、はい、でもだんだん歌も自分で曲も作りたいなって思い始めて、うんうん、鼻歌で作り始めたところから、鼻歌で、そうなんですよ、うん、それでメロディーと歌詞ができて、じゃあアレンジしてもらってっていう段階を踏んで、鼻歌、本当に鼻歌ですか。はい、本当に鼻歌です。よく鼻歌っていう言ってもさ、なんかこうもう節なんかこう、うん、こうついちゃってビブラートなんかこうかけちゃったりとかして、ね、ありますね。鼻歌なのに、鼻歌なのにドラムが入ってたりします。どんどんどんとか。ちなみにちょっとどんな感じで、どんな感じ、なんか普通のボイ、iPhone のボイスメモにありますね。でも寝起きで起きた時に、寝起きで起きた時、はい、何かひらめいてる、なんだろうこの曲と思ったら、はい、うん、ふんふんとかってこう普通に、なんだろう、ハミングみたいな感じで撮るんですけど、それでできたのがいくつもあって、で後で聞き直して、うん、なんだこれみたいな。わかりますよ。僕はだいたい夜入れる方なんですけどね。あ、そうなんですね。ちょっとベロンベロンで、そういう千鳥足な感じで部屋に戻ってきて、はい、これで僕もiPhone のボイスメモで歌ったやつを次の日聞くと、もうなんだろう、俺ってなんて才能がないやつだっていう、ね。そうなっちゃいますよね。そういうのがほとんどですけどね。でもそういう中から生まれた、うん、生まれますね、そういう古いにかけたいいものが。そうです、そうです。わあ、それが歌になっていくってことですね。そうですね、歌になっていきますね。でもじゃあ歌になっていく過程ってどういうふうになっていくんですか、うん、それが。まず最初にメロディー、はい、鼻歌ができて、まず鼻歌ができて、で歌詞を書いて、うん、歌詞を書いてアレンジをしてもらって、でアレンジをしてもらっ て、 レコーディングするとか、はい、もうでもアレンジができたらカラオケができるので、はい、ライブで歌ったりとか、まあ、演奏ができれば、そうですね、うんうんうん、ライブで演奏してもらったりとかっていうこともできるんですけど、はい、ちょっと待ってください。我慢して止まらなくなっちゃった。失礼しました。大丈夫、僕ちゃんと聞かさせていただいておりましたから。はい、まあじゃあなんかいろんなエンディングテーマだったりタイアップだったりとかっていうのも曲ありますけども、さや、はい、さんのやっぱその鼻歌から生まれたものがいろんなタイアップ曲になったりとか、それがメジャーデビューしたりとかっていう、はい、全部そうです、鼻歌ですね最初。なんだろうな、こうちょっとなんか嬉しくないな、なんか鼻歌からできたっていう。なんか私も知らないけど、よく結構鼻歌でうーんって言って作るっていう人聞いたことありますけどね。じゃあ俺も鼻歌で作ってみようかな今度。あ、ぜひ、うん、じゃあ今度鼻歌を聞いてください僕の、はい、鼻歌ライブっていうのいいじゃないですかね。いや、つまんないでしょうね。さやさん、じゃあ次聴いていただきたい曲があるんですけれども、はい、先ほどこちらのスタジオで収録した曲なんですが、この曲も鼻歌で作ったんですか。うん、そうですね。じゃあ早速聴いていただきたい。興味ありますね。鼻歌からできたこの曲、はい、ではご紹介お願いいたします。はい、小林さやで私らしい私、ご覧ください。
どうぞ。本日のキンゴにぜひぜひアーティストのコーナーには地元静岡市出身のシンガーソングライター小林さやさんをお迎えしてお届けしております。いやーもう本当おすすめされておりますよ、小林さやさんを僕に、もうなんかさっきのドアとはまた一風変わって今度曲もまたちょっと違いますね。私らしい、ね、すごくちょっとこう大人っぽい感じ、大人っぽい感じです。ゾクゾク、はい、ゾク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 来てます。あ、いい、それ狙いです。いいですか、合ってますか。あ、はい違うなら違う、迷惑だったかも。あの、構わないんですけれども、ゾク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 、ね、うんうん、この曲はどういう、あの、私らしい私ってどういう、そうですね、これもさっきの話とちょっとあれなんですけど、はい、ボイトレの生徒さんたちに、うん、はい、あの、この歌詞の中にも出てくるんですけど、はい、やっぱりこう変わりたいっていうか、なんて言うんだろう、もっと上手くなりたいっていう気持ちが強くて、いろいろこう挑戦してるんですけど、はい、でも変わろうとするんじゃなくて、こう本当の自分を出せば、もっと、はい、なんだ、それで改めて
変わってるんじゃないかっていうので、私自分らしい自分を見せなさいっていうメッセージ、それをでも自分にも言い聞かせてる感じになるんですけど、俺も言われてる感じがあります。あ、私も言われてる感じがする。習いに行こうからどこでやってるんですか。ね、あのこれも持ちますからね。静岡 で、はい、静岡でやってます。はい、先生行こうかな、ボイトレ、ね、もし行った方がいいでしょ。もはやボイタレっていう、ボイタレじゃねえボイトレっていうよりは、ええ、もうなんかもうあの自分をこう自分らしさをね、そうアピールしてね、自分らしい自分を探しに歌わなきゃいけない。いやでも、はい、その生徒さんとかその将来に向かう夢を、うん、あの持っている子たちの気持ちも分かるし、うん、あのさやさん自ら、うん、はいはいはい、自分の目標夢に向かっているわけじゃないですか。ですよね。なんかその気持ちって複雑なのかな、それともちゃんと自分の中であの分けられて前に進んでいけるものなんですか。なんかこう教えてるんですけど、うん、逆にこう確認してるみたいな、そうだったよねって言って自分もそうだったって確認してって教えてるんだけど教えられてるみたいな感じですね。反面教師ですか。反面教師です。なので自分も勉強になりますね。はい、なんかでもこんだけ今日同じ時間をね、ええ、まだ何分かですが、まだちょっと分かんないんですよ。はいはいはい、どういう人なのかな。僕あのその人が昔どんなスポーツやってたかっていうところで、一個自分のあのパズルが埋まるんですよ。あ、聞きたい。はい、聞きたいですね。なんか想像がつかないので。そうですよね。ええ、まああのいろいろ優しさの裏側に秘めた思いもありますから、ね、聞いてみましょう。言っていただきましょうか。どんなスポーツやってました。どんなスポーツ。昔ですか。はい、昔は一時期なんですけど卓球をやってました。今ね、今ブームじゃないですか。はい、ブームじゃないですかね。はい、うん、卓球ですか。いいところまで結構行ってたんですか、卓球は。静岡市の大会でベスト、はい、3に。おお、でもそれはあれなんです、団体戦で。団体に入ってたんですよ。団体に入ってました。入ってましたね。はい、団体で。すごいじゃないですか。東海大会まで行きました、団体で。おお、そう、東海大会。東海じゃあ完全に僕より上手いじゃないですか。なるよ違う、なんかおかしいおかしい、比べるところがおかしい。よく本当に旅館とか行って、うんうん、武田あるとかあるでしょ。本当にあるんですよね。ありますよね。であそこでやると俺結構ね勝ち進むんだよね。あ、でも違いますよね、やっぱね。そうですね、なんかちょっと私あの何でしたっけ、忘れたんですか。ラケットラケットちょっと待って、おかしいでしょ。卓球とあの、まあ、東海、まあ、ラケット忘れるって。ラケットが特殊なラケットだったんですよ。あの型がペンとシェイクってあって、私ペン型の攻撃で両面のタイプ、攻撃型の、はいはい、あのこのラバーっていう部分のところが、はい、イボダカラバーっていう、イボダカラバー、ちょっと特殊な言葉ですか。特殊なので、はい、こう相手がその球がこう当たるじゃないですか、はい、ラケットに。そうすると落ちるっていう、はい、あの特殊なあれの攻撃型だったんですよ。特殊な攻撃型。かっこいいじゃないですか。やっぱ聞いてみないと分かんないですよね。分かんないですよ。ぱっと見特殊な攻撃型って出てこないもんだって。まあ今ちょっとこの人が、この方もですよ、特殊な攻撃型って。あちらの顔をご紹介してますけど。いいですよね。やっぱそうやって僕なんか繋がりました。あ、繋がりました。はい。ちょっと今すっきりした感じで。あ、何かスポーツやられてたんですか。僕はテニスなんですけども、全然広がんないんですよこの話は。あ、そうなんですね。はい、もうテニスはテニスでもね、ソフトテニスだし、全然広がんないです。はい、聞いちゃったなと思って。まあ、はい、まあ、あの一生懸命やってましたよ。あ、はい、やってましたよ。まあ、そんなさやさんがですよね。そんなさやさんが、まあ、本当に今日来ていただいて嬉しいですよ。はい、今回4枚目のアルバムはいのね、4枚目のナビゲート、はい、アルバムが今度出ました。もう出ました。いや、一生懸命わかりますよ、はい、本当に。今回はそのアルバムに込めた思いとか、はい、どんな感じでアルバムを制作されたんですか。そうですね、アルバムタイトルがナビゲートっていうタイトルなんですけど、うん、はい、あの導くとか、はい、招待する、案内するっていう意味があるので、はい、うん、そのアルバムの10曲の中の世界に招待します、案内します、導きますっていう感じなんですけど、うんうんうん、それぞれの世界観を楽しんでいただいて、はい、で10曲入ってるんですけど、はい、1曲目にドアって曲が入り口です。はい、入り口を開けていただいて入って
行きましょうという感じで、はい、私が導くっていう意味もあるし、はい、聞いた人がいろんな思いをこう導き出してもらえたらいいなっていう意味を込めて10曲を作って入ってます。じゃあその10曲を1曲目から聞き終わったところでどんなところにこう導いていただいてるんですかね。そうですね、今回やっぱり明るめの曲が多いので、はい、全体的に聞き終わった時に、うん、気持ちがこう明るくなるような感じになったらいいなと思って。前向きだったりとか。そうですね、はい、いや、はい、聞いてみたいです ね今回入り口から聞きたいな。ぜひスタジオで、はい、歌っていただいた曲は全部アルバムの中からの、そうですね、はい、選曲をしていただいたんですけれども、はい、次に聴いていただく曲もアルバムの中からということで、うん、そうですね、はい、じゃあ曲の方を紹介お願いします。はい、はい、それでは私小林さやで明日への光ご覧ください。お届けしましたのは小林さやさんで明日への光でした。いやなんかあれですね、本当にいろんなタイプの曲があって、
先ほどのドアからの入り口で3曲目まで導いていただきましたけども、うん、はい、ありがとうございます。これもあれですか、やっぱり自分で作って自分でっていうことなんですか。そうですね、やっぱこれ、はい、ボイトレの生徒とかやっぱ関係もう先に一応聞いとかないと。でも今日の選曲まさにそんな曲ばかりですね、はい、3曲とも、はい、でも明日への光ってもうタイトルですごくこう前向きっていうか前に向いてる曲じゃないですか、はい、タイトルが、うんうん、やっぱ生徒さんも嬉しいですよね、そういう気持ちで先生が作ってくれてるって思うと、うん、なんかこう頑張る感が出ますよね、うん、頑張ってほしいんです。はい、ちょっと俺が言われてるみたいな生徒これもう生徒になってるかも、なってるね、なってるかもしれない。そのなんかボイストレーニングの、うん、なんかあの本当にこうお腹から声の出すやり方、はい、ちょっと今一度教えてもらっていいでしょうか。何時で、ね、お金かかる、お金お金後ほど後で楽屋でも楽屋で渡しますけど多分すごいだから興味あるんだと思います、ね、マリア様今日なんて下手くそだったんだまた引きずってるんだこれね。基本的なやつ一瞬教えていただいて、はい、一瞬、はい、やっぱこの体幹の部分、お腹、はい、やっぱお腹から声出してって言われる、はい、このおへその下に下丹田ってところがあって、下丹田そこどこの場所ですか。はい、おへその下、はい、ここに気を集中して、はいはいはい、で、あの上半身とか肩とかは、はい、あのリラックスしてもらって、で腹式呼吸で息は肺に入るんですけど、はい、肺がこう動くことによってお腹がこう広がるんですね。でここからこう前に空気を送り込む感じ。なんだろう、もうなんか気持ちよくなってきた。そうそう、そんな感じなんですよ、深いところから。で、はい、で、あの響きを当てる、狙う場所っていうのがこの、こちらの生徒さんに向かってる。ここが一番大事なんですよ。そう、あのハミングとか、あと母音のあーとかラーとかっていう時に、この鼻の辺、この上あごの辺から鼻の辺をめがけて、で口も開けて喉も開けます。口も開けて喉も開けるんですけど、開けっぱなしじゃないですか。そうなんです。先生すいません、一度見せていただいていいですか。喉を上げるときには、はい、あくびの口なんですよ。あくびの口、あーっていうちょっとなんか深いところ。あーそうあれちゃん本気だねあなた。そうなんですよ。それを発声練習を練習するか本当ですか。それをやってって、ずっとあのロングトーンであーっていう練習をして、それからあの他にも基礎いっぱいあるんですけど、滑舌とかブレスとかをやった後に、滑舌はちょっと苦手だな。であとは音符で音階をピアノ弾きながらやってから歌うっていう基礎をやってから。すぐ歌っちゃダメなんですよ。あの本番前10分前に何とかしようと思っちゃダメってことだよね。バタ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 とね、やっぱほら基礎をちゃんとやって滑舌もやってってことですよ。そうですね。いや、生徒さん何人ぐらいいらっしゃるんですか。私が担当してるのは30人ぐらいなんですけど、はい、すごい。でもあれです、ウレックス制なのでいろいろあれです、はい、もう時間がこう、そう、時間が月に2回の子もいれば4回の子もいれば、私がスケジュール合わない時は他の講師が見たりとかもしてるので、はい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 、30人ってすごいですね。そうですね。やっぱ老若男女ですか。老若男女ですね。老若男女、はい、え、そうです。下は何歳から。小学生から。すごい。上は何歳？上は50代の男性。50代の男性。40代女性とかいらっしゃいます。夢見てますね、まだ。夢見てますね。そう、でも夢見てる方もいれば、はい、逆に、あ、なんだろう、カラオケが上達したいとか楽しみたいで来てる方もいて、そういう人もね。そうで、中には話をするためだけに来る人もいるんですよ。今日も待ってないよねみたいな。寂しがり屋の人も。楽しみになんか会いに来てくれるみたいな。それは俺でいいですか。それでいいのかなと思って、すみません、それでいいんでしょうかって一応なんか聞いたんですけど、いや、そういう方はそれが楽しくて来てるんだから、うん、歌いたい時に歌ってもらえればいいですって言われて、うんうん、はい、そうなんだと思って。なんかヒーリング効果もあるのかもしれないですね。本当にそういう方が本当に気持ちを、うん、気持ちよく、はい、うんうんうん、よくするのが一番。いや、でもね、すごい素敵な先生に巡り会えたらすごい生徒さんも頑張りますよね。さや、ね、さんみたいな先生だったら、私だって頑張ってた、頑張ってた。頑張ってたかもしれない。頑張ってたかもしれない。ダメ、安易に歌ったね。まあでも、なんかそんなさやさんのライブとかあるんですか。ライブがですね、はい、8月はちょっともう終わってしまったんですけど、はい、9月の23日に、うん、はい、静岡のライブハウスで、はい、
ライブハウスウフさんっていうところがあるんですけど、はい、そちらで企画ライブがあります。あ、いいですね、はい、ウフさん、ウフさん、UHU って書くんですけど、ウフさん、はい、はい、わ、そうですね、どういった、なんだろう、ライブどういうメンバーだったりとかっていう、なんか構成とか構成とかっていうのはどういう感じなんですか。そうですね、キーボードでサポートしてもらったりとか、うん、ギターでサポートしてもらったり、はい、あとはバンドスタイルだったり、はい、バンドスタイル、はい、バンドスタイルだとどれぐらいの人数なんですか。でもフルバンドだとドラム、ギター、ベース、はい、キーボード、はい、時々コーラス、時々コーラス、まあそうですね、5人ぐらい、5人くらい、はい、見てみたい、見たい、ぜひ、なんかやっぱ地元の静岡ですと、うん、やっぱりあの友達とか家族、あ、そうですね、なんかも皆さん来てくださるんですか、やっぱり。来てくれますね、はい、嬉しいですよね、嬉しいです、皆さんやっぱりね、はい、来る方も行く方もね、やっぱり娘がとかね、やっぱ嬉しいですよね、嬉しいです出てたりとかも行きますもんね、行きますよ、はい、で僕ライブ、もしあのさやさんのライブ行ったらどうやって見てたらいいですかね、こう、どうやってどうやって、だからあのこう踊ったりとか、そうね、なんかこうやってやったりとか、そう、一緒に手を振ったりとか手拍子してもらったり、はい、はい、あと振り付けでお客さんと一緒にやるのがあるので、それを一緒にやってもらったりとかしてます。いいっすね、もう、うん、もはや俺生徒気分なんで、はい、もう先生ですからね、そう、先生って言っちゃっても大丈夫ですか。大丈夫です、はい、本当ですか。大丈夫ですから、はい、大丈夫です、あなたも先生って言わなきゃダメだえ、でもまだ秋にもいっぱい活動、ライブの予定があるんですよね。いくつか入ってくると思いますので、はい、楽しみにね、はい、皆さん足をぜひ運んでください。そうですね、確認できますか。 SNS、Facebook、Twitter、はい、インスタ、全部やってます。あ、ぜひつながってください。うわー、すごいですね。ぜひお願いします、はい、というわけで本日のキンゴにぜひぜひアーティストは、はい、地元静岡市出身の小林さやさんでした。キンゴさん、いかがでしたでしょうか。なんですかね、うん、歌でこんなに癒されたことがないっていうぐらい、ええ、そしてこの今近くにいてこの声をね、うん、聞かせてもらって、なんか本当ヒーリング、生徒気分よかったですよ、ありがとうございます、喜んでいただきました、ね、そして最後にもう一曲ですね、はい、MP では恒例のキンゴさんとのセッション、セッションやっちゃいましたよね。どうでした、ちなみに今回は。ちなみにまず何の曲をやられたんですか。今回ですね、中島みゆきさんの糸、いかがでした、そういう糸でやらせてもらいました何ダジャレみたいになってますけれども糸で、そう、糸で、はい、でハモっていただいて、うん、サビのところで、まあ、うまくハモれてたらいいんですけども、あ、いいですね、でもやっぱこう一緒にですね、こう、なんですか、こうちょっとこう揺れながらね、スイング、うん、軽くこうね揺れながら歌ってみましたよね、はい、どうでした、さやさんはどうでした、どんな気持ちでした、キンゴさんと。そうですね、やっぱりこう見つめ合いながら歌うところが結構緊張しました。一応見つめ合うのが基本になってます、うん、このセッションがですね、はい、見つめ合わないともうみんなうるさくてですね、うん、はい、でやっぱ目と目を合わせた後の、なんだろう、お茶クイッと飲んだんですけど美味しかったですよそれも今回じゃ見どころですね、その目と目が合う瞬間をね、そうですね、ぜひね楽しみに皆さん見ていただきたいと思います、はい、それではそのセッション曲の紹介お願いします。はい、はい、それでは糸ご覧ください、どうぞ。生きてきたの、と
てゆくのかを迷った日の後のささくれ夢追いかけ走って転んだ日の後のささくれ Spirit Music Party